今日は久しぶりに彼氏くんとデートか。最近お仕事ばっかりで、全然会えなかったから楽しみだな。あ、あれ彼氏くんかな。おーい、彼氏くんごめんね、待ったそっか、それならよかった。あれ、彼氏くん、その髪どうしたの後ろでくくってたから気づかなかったけど。 ずいぶん長く伸ばしたんだね。ちょっと夢チェンしてみた。そうなんだ。いいね。似合ってるよ。でも、せっかくなら、下ろしてたら変じゃないよ。むしろ私はそっちの方が好きだし。じゃ、電車の時間も迫ってきてるから、そろそろ行こっか。 ごめん。ちょっとお手洗い行ってくる。うわぁ。やば。何あれ。女の子みたいでめっちゃ可愛いじゃん。今すぐ襲いたいけどさすがに。はぁ、あ。夜まで理性持つかな夜たっぷり楽しむためにも、変なところで爆発させないようにしないと。そのためには、 絶対に家に連れて行かないとだね。なるべく襲おうとしてるの。悟られないようにしないと。ごめん。お待たせ。今日は楽しかったね。明日は休みだし、たまには私の家に来るせっかくなら私の家に泊まって行ってよ。やった。じゃあ行こ行こ。 そんなに喜ぶのって、喜ぶに決まってんじゃん。計画が成功に近づいたからね。あ、いや、なんでもない。久しぶりに彼氏くんと泊まれるから嬉しいんだよ。ただいま。さ、彼氏くん、入って。彼氏くんが家に来るのもいつぶりだろうね。 今日は疲れちゃったから、早めに寝よ。君と寝るのも久しぶりだな。でも、その前に。私としよっか。ごめんね。でも君が悪いんだよ。いきなりイメチェンとか言ってそんなに髪伸ばして。もともと小柄で女顔ですごい可愛かったのに、さらに可愛くなっちゃってる。 今日のデートの時、ずっと襲いたくて仕方なかったんだ。君を私の家に連れて来れてよかったよ。えへへ、そんなに怯えて、やめて、怖いことしないでって、小動物みたいな顔で言われたら、もっと興奮しちゃう。本当の女の子みたいじゃん。君がそうやって私のことを煽るから、 もう我慢できなくなっちゃった。まずは髪の毛、触らせて。あ、抵抗するなよ。おい、手錠でもかけてベッドに拘束してやろうかそれが嫌ならおとなしくしろ。えへへ、いい子だね。やば、髪サラサラじゃん。私よりも髪質いいんじゃない うらやましいなやば。しかもめっちゃいい匂いする。よし、決めた。今日から君のこと、女の子として扱うね。君私よりもちっちゃいし、力も弱いからちょうどいいじゃん。私や女の子もいけるし。いい彼氏くん。これから君は、私の彼氏であり彼女でもあるんだよ。 私の気分で男として扱うか、女として扱うか決めるから。私が女の子といたい気分だったら、ちゃんと女の子っぽい言動をすること。女の子用の服とかコスメも揃えないとかな。髪も、私がいいっていう長さより短くしちゃダメだよ。わかったあれ、返事がないな。わかったうふふ、<laughs> いい子だね。 そんなに涙みになっちゃって、可愛いんだから。このまま男としてのプライドへし折っちゃってもいいけど、男としての彼氏くんも大好きだから、さすがにやめとくか。ま、どっちにしろ一生私と添い遂げる運命なんだけどね。<laughs> もうダメ。本当に我慢できない。多分どっかで理性飛んじゃうと思うから。 せいぜい気絶しないように頑張って。今夜はずっと楽しませてね。私の愛しの人。